ってる、まさか。あ、入ってる。なんだ、やべえ、変な、いつから今教えてもらったわ、 LINE で。入って、あー、待って、今起きた。何時だ、あー、まあいいや、歯磨きぐらいしかしてないから。実は女性の声が聞こえるとかなら、そうなったらちょっとよかったな。あいにくなんもないよ。だって歯磨いしただけだもん。女の子と喋ってた。それだったらよかったな。あいにく机の前で歯しか磨いてない。いやー。今起きました。ん、今起きました。しょうがないな。なんかやるか。タイトル変わってないんだ。待って、30分ぐらいやるか。鼻スプしないとダメな。やだ、イロハスの歯磨き見られたってことじゃないですか。やだ。贅沢な、いろはす歯磨きが。チャットどこ行った？チャットどこ行った？やらない？男だったらわかるでしょ？男の一人暮らしだったら。あの、飲みかけのさ、飲みかけの水のペットボトルとかのやつで歯磨かない？男ならわかるよね。あの、前日の飲みかけの残り1割とか2割のイロハスで歯磨かない？めっちゃわかる。すんごい、やはり坂本同じことをやっていた。やっぱりわかる。8割まず飲みかけない。いや、飲みかけるって全部飲まんでしょ、水なんて。でも残り2割とか3割を再び冷蔵庫に、そもそもキャップ開けた状態で放置してるから雑菌が繁殖してそう。若干残り2割とか3割のイロハスを再び冷蔵庫にインするかといえば、いいえでしょ、いいなでしょ。煮沸すんの、そこから。捨てるぐらいだったら僕のぐじゅぐじゅペニー利用するべきじゃない？それだったら水道水でやればいいじゃん。いや、めんどくさい。だって座席から移動するのがめんどくさい。めんどくさい、めんどくさい。シャフツか歯磨きか二択でしょ、もう使い道としては。あとは、道端の恵まれない植物に水をかけてあげるか、サボテンを買ってるはサボテンにあげるかぐらいじゃない？でもサボテンとかそういうのってミネラルウォーター飲まなさそう。ぐじゅぐじゅペンに雑菌湧いたイロハス使ってどうすんの？いや、だからさらにかつ、僕はリステリンの黄色が入るから、この後。その前にヘアアイロンしようと思って、ヘアアイロンしようと思って、アイロンの温度設定した後ぐらいに気づいたからやんなかったけどさ。寝たよ。いや、3時間ぐらい寝た。何にも用意してない。ツイッターもしてない。あー、ツイッターするか。これ何回目だ？さあ、僕確かナンバリング間違ってんだよね。朝活の。実際は朝活プラス2回ぐらいだっけ？朝活の回数間違ってるよね、どっかから。今何回目なんだ？ 61、なんかね、2回被ってんだよな。今77回目なんですよ、これ。そう、77回目だったはず。どっかで僕、1回は覚えてんだよ。なんか名前を入れなかった回があんだよ。名前入れなかった回あんだよな。
いやな、それいや、クリックミスだね。クリックミスした。クリックミスっていうかさ、シフトキー押したら始まったパターン。あ、違う、ごめんごめん。スペースキー押したら始まったやつだ。 OBS のやつ、多分それしか考えられない。